どうもこんにちはイラスト講師のンです今日はですね目は平行線に乗せるとめっちゃええややんん素敵やんそれでこの平行線ってどこになるのかって言ったらもう書いてある通りですね上まぶたと下まぶたのラインが平行になるようにオンしていただくということですこんな感じになってきますよとここのラインとここのラインがしっかりと乗るように書いていただく。 こちらもそうですね向きが変わったとしてもここのラインとここのラインが同じところにオンするように書いていただくということですこれ板として考えるといいとありますが前回お話しした内容にそのままリンクしていきますね前回板で考えると書きやちいとお伝えしましたその時も実は平行ラインに乗っているんですね正面向きはもちろんですよね このラインに乗ってるこのラインに乗ってるしこっちの斜め向きの場合もそうですよねこのライン上に乗っててこのライン上に乗ってますよねあとは上まぶたと下まぶた以外にも是非見ていただきたいところとかはここの瞳ですよねここも同じライン上にオンしていただくと目線が合わないとかっていうことを防止することが可能ですそれ以外にもここの目尻の執着地点エンドですよね ここの目尻のエンドの部分ここもこういうふうに同じライン状に乗せていただくときれいな目ん玉っていうのが描きやすくなりますそんな感じで全ての両目の同じ部分ですよね上まぶたのトップ下まぶたのトップ目尻目頭ですねそこも全て同じライン状に同じ部位のところはライン状に乗せるということです それでこれ前回の板の話になっちゃうんですけども板を描くときってちょっとですね傾きのある板これを意識して考えていただくとより立体的な目も描きやすいかなと個人的には感じますこれ立体的これ傾きのある板ってどういうことなのかと言いましたらまず頭蓋骨の横向きで見ていただきたいんですけどあの目のくぼみのここの 出っ張っ張てる部分、こことここってちょっとですねこういうふうに,上の方が前に出ているんんででですすね。ね。垂直ではないんですよ、ね、こうじゃなくてこっちのラインになるんですよちょっとこう傾きがあるわけなんですね。つまり傾きがあるということは斜めで考えた時もこの傾きをそのまま活用していただいてこのライン上で 板を囲っていただくと立体的に載せやすいかなと思いますそれでこの斜め向きのラインっていうのもこの瞳ですよねこの中の眼球にもそのまま平行ラインにオンしていただきたいんですけどこんな感じです縦線で捉えるとこうですよねここのライン上に瞳を乗せるってなるとこういう傾きを瞳にもちょっと入れていただくと なんだか良くなる感じが僕はするんでねこうやって傾けていただくとありかなと思いますまあですから斜め向きのね目ん玉を描く時とかはちょっとこうやって傾かせていくんですよ傾かせてで手前の目がよく見えるんでここちょっと幅大きめに取ってでここに花があるところがあって、まあ、奥の目がありますとちょっとちっちゃくしすぎちゃった,、ま、たここから割っていくんですね、まあ、中心線を とってもいいいかなと思いますここが大体いいここの空間の中心線であとはこっちの空間の中心線は少し奥側にずれるのでこれぐらいになるかなとでそこからですよ空間を見ながら削っていくという感じですねこの時にさっきお伝えしたように平行線に乗せるといいのでこの目尻のエンドとか上まぶたのトップまあここは合ってますよねあとは目頭ですね まあただ目頭とか目尻に関しては顔って回り込んでるので特にここの奥側の目ん玉の目頭とかは鼻に隠れていたりとかそういうこともありますよということなので例外ももちろんあります。で眼球描く時はちょっとこういうふうに気持ち傾かせて描いてみるんですねこんな感じこうですねまっすぐじゃなくてですね この板の傾きに合わせてこういうふうに傾かせると、まあ、眼球がですねすっぽり入ってる感が出しやすくなるかなとは思っておりますで瞳も同じ平行線上に乗せるとこうですねこのライン上に乗せるということですでこれを下敷きにしていただいて本ちゃんの目を描いていくとね それでまた次回お話しできればなと思うんですけど、まあ、上まぶたと下まぶたってねじれているんですよねなので角度によってそのねじれてる上まぶたと下まぶたの,あの赤い部分あるじゃないですかそこの裏側が見えやすくなってきますとそういった裏側が見えやすいところはこういうふうにちょっと黒く塗りつぶしたりとかするとより立体的な目が描けるかなと思います こんな感じで瞳を、えーとまあ、斜め向きで書いていただくといいかなとこうですねちょっとこう傾いてるの分かりますかねこうやって傾かせて書いていただくといい感じの瞳があ出来上がるぜそしてまあ注意していただきたいところとかは、まあ、パースがバチボコかかってる時、まあ、その遠近感がすんげえかかってる時とかは えっと平行線には乗らないですよということですまあ魚眼とかあそういったものですねあとめっちゃ近い、えっと、広角とかだったりとかすると平行線に乗らないいいのでご注意くださいということですあのこういった斜め向きとかでもまあ実は斜めなんでこういうふうにこっちが正面でこっちが側面なんでこれずっと続けていくと結局ここの。 平行線っって交、まあ、交わるっちゃ交わるるちゃんですねここにバチコンってだから実は気持ち奥側の方がちょっと圧縮がかかってるんですけどこういうふうに縮まってるような感じで書いた方がいいっちゃいいんですけどだけどもうそんなことをね考えながら書いちゃうともう嫌じゃないもう疲れるから、ね、もう最初は個人的にはもう平行でいいと思います。平行でいいいからね、うん、いとも そういう細かいことをね言うとちょっともうきりがないんでねもう個人的には最初は平行に乗せるとええー、やんとめっちゃええやんっていう話にさせてくださいですから前回のお話からの続きになっちゃうんですがまずは板で考えていただいてでその板を描くときに、えー、同じ部位のところは全部平行ラインに乗せるという意識を持ちながら書いていただくっていう練習をされるといいかなと思います今日はそんな感じになりますね イラスト講座でよくある悩みを簡易的に動画にまとめてアップしてますのでよかったらチャンネル登録してみてくださいあとは LINE で体験セッションを受けることもできますので興味がある方はぜひ申し込んでみてください最後まで見ていただきましてありがとうございました,あざした